今週はですね、11日祭日ということで、あの隣のバッティングセンターがとてもにぎわっててですね、ちょっと野球の音が、バッティングの音が結構しますけど、聞こえますかね。はい。で、今日は祭日ですが、市場はもちろんあって、ただですね、お盆休みに入っているところが結構あったので、荷物の入荷は、あのお花自体はですね、少し少ないです。ただ、胡蝶蘭とかもりもり入っているのと、あと私が先日あの、展示会に行ってきた商品がたくさん入ってきてます。で、今週のイチオシはですね、エアープランツですね。あの、この海の殻に入ったこの辺とかですね、なんかこう人が動いてるみたいで、とても可愛くないですか。で、あと、薄毛オイデスも、あの、太葉の方が入ってきてますので、あの、とても、この辺もですね、で、薄毛オイデスがですね、あの実は針金むき出しがとっても嫌いなんですね。なのでコーティングしてる針金とか、そういうのに入れないと、まあ、ブリキの器だったり針金がむき出しだったりとか、そういう鉄物がですねちょっと苦手なので、そこは皆さん飾る時もあの気をつけてください。あのですね、あの金目のものとかとても似合うんですけど、ちょっとですね、直に当たると弱っていく性質があるので、その辺ちょっと気をつけていただきたいなと思います。あとですね、あのこのアルミウムのブラックボディですね、ここアイさんみたいになってて、この幹が黒っぽい感じのがとっても人気な種類でですね、この辺もちょっと限定品で、あの展示会で買ってきた分なので、この辺もいくつかあの限定で数個しかないので、ぜひ気になる方は見てください。あとですね、あのずっと売り切れてたアフリカバオバの苗が480円に投資税ですかね、これも入荷してますので、あのよく写真で見るそびえ立つ大きな姿に、そういうのはちょっとなかなか生きてる間には難しいかなとは思いますけど、ちょっと夢があるので、はい、この辺もちょっとおすすめです。あとですね、エアプラスがあの先ほども紹介しましたけど、いろいろ入ってるので、ぜひ見に来てください。展示会でいろんな種類ですね、あの見つけてきて、こういうお花のついたやつとかですね、希少な大株とかですね、ちょっとなかなか普段あの見えないような株もお祭りに向けて入荷してますので、ぜひ見に来てください。あとこういう芋のついた綺麗なタイプのお花もついてますので、この辺もとっても可愛いです。ぜひ見てください。あとですね、あの品物の続きでエアープランツがですね、ここにまた可愛い器に入ったのもあって、あとこのエアープランツスタンドですね、ちょっと飾るのに、ちょっとこういうスタンドに乗せてですね、飾っても可愛いので、このエアープランツスタンドもですね、400円と500円に消費税それぞれですかね、この辺もちょっとカウンターとかに置くのに使えてるので、ぜひ一緒に見てみてください。あとですね、観葉植物の水やりにとっても悩む方もいらっしゃると思うんですけど、こういう刺しといて、こう水やりの目安をあの教えてくれるサスピーっていうですね、便利なアイテムもありますので、この辺もぜひ利用していただけたらなと思います。あと今の時期ですね、観葉植物とかはとっても成長期なので、栄養分もあった方がいいです。葉っぱにスプレーするタイプやですね、こういうあの匂いがなくて、動かない、置くだけの肥料、こういうのもあるので、ぜひ使ってください。あとですね、あのちょっと何か虫が出てきたぞっていう時に、こういうあのスプレータイプで虫を退治するタイプもありますので、この辺もあのぜひ使ってみられたら便利かなと思います。お花がですね、ハイビスカスってとっても夏の花のイメージがあると思うんですけど、あのうちのハイビスカスなんか最近ちょっと花が咲かなくなったのよねっていう方もきっといらっしゃると思います。実はですね、このハイビスカス、夏のイメージのお花なんですけど、温度が上がりすぎるとお花が止まります。なのであのもうちょっと前の時期はどんどん咲いてたと思うんですけど、今ちょっと多分お花止まってると思うんですね。34度5度あるので、今でそれがもうちょっと涼しくなるとですね、また秋に引き出してくれて、色の発色もとっても綺麗なので、あの今なかなか花がつかないなっていう方は心配はなくて、そのまま日当たりのいいところでお水と肥料とあげながらですね、あの栽培しててもらえれば、もうちょっと涼しくなったらまた香りもどんどん咲いてくれると思います。で、今ちょっと肥料の話が出ましたけど、あのこの暑い時期ですね、なんかちょっと最近植物が弱ってるのよねっていう時は、あの固形の肥料はあまりやらない方がいいです。
あの特に油かきとかあの辺はですね、熱とあと雨とかが降るとですね、フィルムが一気に溶け出してしまうんですね。化成肥料とかもそうなんですけど、なので暑い時にはあのどっちかというと薄めるタイプの液肥とかあの活力剤とかですね、そういうものを与えるようにして、元気がないからって言って肥料をあげるのはちょっと NG です。気をつけてください。はい、じゃあ次にですね、あの観葉植物の水耕栽培ですね。あの夏にぴったりなあのガラスの器でこういうあのハイドロカルチャー用の石で植えたものと、あとはこういう下に水が入っててそれを吸い上げてあの育てるタイプですね。こういうのとか、あとですね、同じハイドロカルチャーの石でこういうモザイクガラスの綺麗な器に入ってたりとか、あとはこうゼリーで鮮やかな色のゼリーで植えたものとかですね、あのいろいろ入荷してますので、こういうのとかですね。であとはですね、もうちょっとインテリアに大きいものをっていう方のためにですね、こういう感じのちょっと大きめのものとかもいろいろ入荷しているので、この辺も合わせてぜひですね見ていただけたらなと思います。で、水耕栽培用はですね、普通の肥料をあげるとあのちょっとこう結晶とかが出やすいんですね。なのでハイドロカルチャー用の肥料とかも出てますので、この辺も合わせて使っていただけたらなと思います。はい、じゃあここもですね、陶器市に向けてあのいろんなテイストの鉢が入ってきてます。あのちっちゃいですね、ミニ観葉サイズからあの中くらいのインテリア観葉に合わせてあの使えるようなものとですね、あと色合いもあのいろいろお部屋のインテリアに合わせて選べるようにですね、いろんなテイストのものが入ってますので、ぜひ皆さんお楽しみにあのご覧になってください。あとですね、ちょっとあの和モダンな感じであの苔玉とかですね、ミニ観葉とか盆栽類にも使えそうなちょっと和テイストとの鉢も入ってますので、ぜひ皆さんご覧になってください。あとですね、最近なかなかちょっとないあのこの色物の睡蓮鉢とかも入荷してますので、この辺もちょっと面白いかなとは思います。